こんにちは、ドキュンです。本日も散財小説ご覧いただきありがとうございます。またあの、検証シリーズなんですけど、本日の検証はですね、またこの FX30 で、ビットレートと、ビット数、ビット深度ですか、あの8ビット10ビットとか、あの色のまあ情報量の差と、あともう一個ビットレートっていうのは、画像を保存するときの動画の、転送量で、FX30 であれば 60Mbps と 100Mbps と 140Mbps みたいな感じで、3つぐらい、取れるパターンがあるんですけど、その、組み合わせによってどのくらい画質が実際に変わってるのかなと。特にですね、最近の僕のこの、散財小説を見ていただければ分かると思うんですけども、なんか僕もいろいろ沼があって、カラグレをすごいやってた時期とか、もう一個一個 その毎日の編集の中で、カラグレをしてる時期とか、いろいろ経験をしてきまして、それ自身は本当に、無駄ではないというか、むしろものすごい勉強になって、それのおかげでいろいろ知識も得ることができたんですけど、最近の僕のマイブームはできるだけ取っ手出しで、特にこの FX30 とか、最近 のソニーの、このカメラは、スタンダード違う、カラープロファイルじゃなくてクリエイティブスタイルですかね、クリエイティブなんたらって、その何せカメラの中でかなりこう、暗証明証とか、そのカラグレに近いことがかなりこう細かくコントロールできるんですよね。でこれがもうなんか素晴らしくて、実際そのもうカメラの中で、センサーから来たデータをできるだけこう、素材から近いデータから近いところで編集して保存してしまえば、もうそれが一番こう画質の損失が少ないということで、わめっちゃ明るくなってきて、これ露出大丈夫ですかね、なんかすごい急激に日が落ちてきてめっちゃ明るくなってきたんですけど、なので、インボディカラグレなんて言葉を勝手に作って、言ってた時期もありましたけど、やっぱりそこが結構Vlog 運用、日々の Vlog 運用する中では一つの究極な回に近づいてきてるなっていう気がしてきてるので、もう本当に最近はこのピクチャープロファイルとかで、S-Log3 とか、HLG とかも使わずにスタンダードのプロファイルを、ちょっとこうそのクリエイティブルック、クリエイティブルックでしたっけ、クリエイティブ、そのちょっと調整できるやつを使って、画質を自分なりの好みに整えるぐらいで、もう本当に編集時は全く画像をいじらないみたいな感じで編集してるんですよ。でそうなってくると、ビットレート、ビットレートとビット深度ですね、その8ビット10ビットの差とか、あとデータも 60Mbps、100Mbps、140Mbps で録画するのの違いがそこまで出てこないんじゃないかなと。特にやっぱ10ビットっていうのは、カラグレする前提だと思うんですよね。結局最後 YouTube に出すときに、僕の今の編集の書き出しだと最後は8ビットで出してるんで、10ビットで出してても結果的には8ビットの映像をお届けしてるんですね。で、その10ビットで撮っとく理由は、その最後8ビットに落とすんだけど、その10ビットを撮っておくと色とかいろんなものを調整した時のデータが損なわれてない、データ量が多いので、調整した時にこの品質が落ちにくいとか、より、細かく調整できるっていうのがメリットなんですけど、もう本当に僕みたい最近のスタイルみたいにも、直接、カラグレせずに出してるんであれば、そもそも8ビットから8ビットに出してもそんなに損失がないんじゃないかっていうのがまず1点と、でもう一つはもう ビット深度に関しては、8ビット10ビットに関してはもう取って出しでやる限りは、まず そもそもその8ビットを取っておいて問題ないなっていうのは、それは想像ついてるんですね。だから8ビットでいいかなって最近は思っていて、ただそうなってくると今度、ビットレートっていうなんか140、160とかあるんですけど、そのデータレートもちょっと下げてもいいんじゃないかなと。これもやっぱり編集した時にいかにこう編集時にデータを加工した時に劣化を抑えられるかっていう、その劣化をこう抑えるためというか、できるだけこの品質を維持するために高ビットレートで撮るっていうのが基本だと思うんですけど、これももう結局、直接ほぼ編集せずに出してしまえばそんなに画質劣化が
まあ、分からないんじゃないかなと。少なくとも僕の Vlog 運用でやってる限りはほぼ差がないんじゃないかと思って、だったらもうなんか一番低いビットレートの 60Mbps にすると、まあ、ストレージのデータは節約できますし、でなんかこうドロップボックスとかで他のマシンとやり取りするにしてもデータの移行もめちゃくちゃ早いし、まあ、編集も軽くなるし、まあ、基本的にいいことしかないんですよね。だからちょっと今日はですね、ま、前置きの説明長くなってきましたが、その8ビット10ビットさらにビットレート60、100、140で、どのくらいこう画質に差があるのかを、簡単に自分の中で納得するために検証していこうと思います。で一応今ここまでは、一番、この 4K30fps の中では一番画質の良い422の10ビットの 140Mbps で撮ってるんですけど、これを8ビットの 100Mbps と8ビットの 60Mbps のその3パターンですね。この3パターンでちょっと検証していこうと思います。でちなみにあの詳しい方のために説明しておくと、これ 4K30 フレームの場合は、H264 で圧縮してるんですけど、4K の60とか 4K の24とか24フレームにすると、FX30 は H265 で HEVC で圧縮できるようになるんですね。でこっちはあるんですけど、なぜか HEVC にした時は30フレームが選べないんですよ。で僕一応今は動画は 4K30fps っていうのにちょっと、こだわってるというか、まあ、なんかこれが一番自分の中で気に入った、解像度とフレームレートなんで、ちょっと 4K30 にするときはなぜか H264 にしかできないので、今日の検証はまあ普段の僕のこの Vlog の運用をまあどうするかっていうのを検証するためなんで、 4K の 30fps、 そしてそれの H264 による10ビット140、8ビット100メガで8ビット 60Mbps でいくつかのシーンで画質の違いがあるのかないのかを検証していこうと思います。じゃあまずはこんな感じで、まあちょっとね、で正直これ検証非常に難しくてですね、そもそも動きの少ない映像ではそんなに差が出ないと思うんですよね。ビットレートってやっぱり動きが激しい時にこそ、なんかビットレートの量が影響してくるので、まあ8ビット10ビットの差はもしかしたら静止画でも、まあ、検証できるかもしれないですけど、まあ、僕の一応予言というか結論としては、取っ手出しで編集する限りは、8ビットの 60Mbps でもほぼ違いがないんじゃないかっていうことを自分で納得したいんですけど、まあ、一応これ今422の、10ビットで撮影してます。 140Mbps ですね。これが一応 4K30 フレーム撮るときの、まあ、一番画質を高く撮る設定になっております。はい、これが 4K あの 100Mbps に落としたんですけど、 100Mbps の時はごめんなさい、420でしたね。420の8ビット、420の8ビットになった 4K30 フレームの H264 の映像です。これと、まあ、先ほどの140Mbps 10ビットでどのくらい差があるのかちょっと検証しています。はい、じゃあちょっとこれが一番データのちっちゃい設定ですね。 60Mbps で、420の8ビットで撮ってる映像です。まあこれに関しては、まあ、何せ多分違いがないと思います。この完全にほぼ静止画で、写真みたいに切り取ってる状態なんで、この状態では、まあ、60Mbps って言っても全然データとしては十分、ビットレート高いので、多分超拡大してもほぼ差は出ないんじゃないかなとは思ってますが、まあ何せ一番理想的なビットレートが低くても画質が劣化しないケースでのまずは検証をしていきます。はい、じゃあ今度はもうちょっと、さっきもめっちゃ光が差し込んでたシーンですけど、もうちょっと穏やかな室内映像、室内って言ってもめっちゃ明るいですけど、まあ、もうちょっと色味があるシーンで検証してみようと思います。まあ、これも今日の検証めちゃめちゃ地味っていうか、違いが全然出ないかもしれないんですけど、出ないことが期待値なんですけど、期待値というか予想値なんですけど、今これが 140Mbps422 の10ビットで撮影しています。じゃあこれが次ですね、420の8ビットの 100Mbps ですね。
まあ、100メガ BPS でデータ転送量も下がるけど、ビットレートがあのビット振動が10ビットから8ビットに下がった分で、まあ、ある意味データレートに余裕はできたと思うので、まあ、これは8ビットと10ビットの差ぐらいであんまりあのビットレートによる劣化はないんじゃないかと期待してますが、まあ、そもそも違いが出るのか出ないのか、検証しております。で最後にですね、これがまあ個人的には実は一番気になっている 60Mbps の420の8ビットですね。まあ、これ結局最終的に瀬戸さんが正しかったんじゃないかっていう検証でもあるんですけど、まあ、ビットレートに関しては、からぐれしないで運用するんであればもう 60Mbps で十分なんじゃないかという、まあ、データが軽い方が絶対動画の編集しやすくて扱いやすくていいよねっていう、瀬戸さんがこの FX30 を買われた時にも、そのような旨をなんか説明されてたと思うんですけど、まあ、僕も改めてその瀬戸さんが低ビットレート派というかビットレート低めで録画するのが好き派なのは昔から、知ってたんですけど、まあ、僕はちょっとそこに関しては逆アプローチをしようと、思っていましたが、やはり YouTube 大先輩続けていくと結局、瀬戸さんの方が正しいとか正しくないとかないんですけど、そっちにこう自分の中の意識も近づいてきているなっていう感覚もあり、ちょっと 60Mbps を試してみたいなと思っております。じゃあもうちょっと検証続けてみますが、ちょっと画角変えて、上の方で、まあ、明暑と暗暑もうちょっと入るコントラストが明るいところと暗いところの差が寄りつくような絵をイメージしてみたんですけど、これで今 140Mbps の、まあ、10ビット、422の10ビットを撮ってて、でちょっと今度はこういう感じでできるだけ動きを作ってみようと思います。こんな感じで手を動かした時に、まあ、早く動かせばやっぱりビットレートの影響が出てくると思うんですよね。こう早い動きに対して、ノイズが出やすくなるのはやっぱり普通に一般論的にはビットレートが低い方がノイズが出やすいんで、ちょっとこんな感じで、テストしてみます。じゃあ今度 100Mbps の8ビットに落としました。420の8ビットに落としましたが、まあ、この状態で、ちょっと動きを作ってみて、まあ、本当はなんかコンサート会場みたいに真っ暗の中で明るいライトがボーっとこうなんかミュージックステーションのステージみたいな感じで、ああいうなんか後ろで照明がいろんな色の照明がぐるぐる回ってるところで、撮影するとビットレートの差一番出やすいと思うんですけど、このぐらいだとちょっとあんまり出ないかもしれないですけど 100Mbps で撮ってます。じゃあ最後に 60Mbps に落としまして、同じようにちょっと手を動かしてみて、できるだけ動きを作って、この手の周辺にブロックノイズ的なものが出るのか出ないのか、そこら辺、あとはこの光が入ってるあたりなんで、ここら辺でもデータのコントラストの激しいところに動きが多いんで、もしかするとビットレートの差が出るかもしれないんですけど、まあでも正直多分ほぼ見た目違いがないんじゃないかなという、今回の僕の予想はそんな感じです。編集時に盛大に外していることに気づくかもしれませんが、今のこの撮ってる時の僕はそう固く信じております。はい、じゃあちょっと、今度は、また Vlog 的な想定をするために、またちょっと立ち位置を作りまして、ここからこのめっちゃ明るいところに向かって歩いてみようと思います。まあでもこれも差が出ないと思うんですよね。まあなんか FX30 の手ブレ補正が優秀すぎるという、ただそれだけが検証される気がしますが、でこれに今度自撮りにして、顔濃い、顔に露出濃い、きた、じわじわくんですよね。この状態で、戻って歩いてみます。まあこれも多分ビットレートの差はほとんど出ないと思うんですけど、いかがでしょうか。こんな感じです。はい、ここですよね。じゃあちょっとビットレート下げていきます。はい、じゃあ 100Mbps の8ビットにしてこのまま歩いていきます。まあ、手ブレ補正の差とかそういうのはもちろんないんで、単純に画質が変わってるかどうかだけの検証なんですけど、どうでしょうか。ここで
今度は自撮りに変えて、しばらくするとだんだん顔に露出が合ってくるんで、この状態で歩いていくとどうなるでしょうか。間違い出ないだろうな明らかに。はい、こんな感じで、8ビット100メガ BPS で、撮ってみました。はい、じゃあ最後に、60メガ BPS です。僕の本命ですね。もうこれで今後撮影していきたいっていう。60メガ BPS にすると本当に、旅行時とかそう出張時とかの動画編集もめちゃくちゃ楽になるんで、できるだけ、まあ、普段家でもうなんかデスクトップでバリバリ編集してるとかだったらビットレートとか全然気にせずにもう符号でいけたんですけど、まあ、最近は MacBook で編集して、しかもちょっと旅行とか行くことも増えてきたんで、出張とかも増えてきたんで、できるだけ身軽にしたいんですよね。まあ、これで違いが、これもちょっとほとんど違いは分かんないんじゃないかなって気がしますが、いかがだったでしょうか。はい、ということで今日はですね、この FX30 の検証シリーズで、ビット深度と、まあ、8ビット10ビット と、ビットレートが60メガ100メガ、140メガ BPS で、どのくらい画質に差が出るのかっていうのを、まあ、Vlog 的な、撮影を、まあ、本当は暗所で暗所のテストができるのが一番ベストなんですけど、ちょっと今暗所がないんで何とも言えませんが、まあでも暗所も結構このカメラ強いんであれなんですけど、まあビットレートを変えてとかビット深度を変えた時にどのくらい画質差が出るのか、まあでも大体僕が撮るような状況は明るいところも多いので、まあそのような状況でどのくらい画質の差が出るのかっていうのを検証してみました。でも今これ60メガ BPS にしてます。まあ僕の中では今日の検証結果を見て自分の中で納得したら、まあ、からぐれせずにもうインボディからぐれで直接撮影したものを、まあ、カットとかだけして、書き出すときにはもう 60Mbps で撮影した方が取り込みも早いし、データの転送も早いし、まあ、転送っていうのはその PC 編集する PC 感ですけど、書き出すときのビットレートはまた別の話なんであれですけど、データのやり取りも早いし、まあ、編集も軽くなるしっていうことで、まあ、いいことずくめなんで、ちょっとこの設定をしばらく使っていこうかなという、まあ、そのためのみそぎみたいな感じで検証してみましたが、いかがだったでしょうか。参考になれば幸いです。 Yeah, it's such a clap